日本近畿地方大阪府大阪市住野駅崎、島崎市は大阪府大阪市住江駅にある人工島。面積は約1045ヘクタール。大阪南港の別所であるが、南港水路以北の人工島を指して用いられるケースが多い。南港は木津川大和川間のかつて住吉津、住吉浦と呼ばれた。 沿岸部から造成が始まった埋め立て地であるが、一般にサキスと呼ばれる人工島は、かつての地区港南突定に沿う形で、尻なし川はないし、アジ川の佐賀沖合に位置しており、大正区や港区に近接する。中央部は、居住空間である南港ポートタウン。北部は、アジア太平洋トレードセンターや、大阪フサキス庁舎などの大規模な施設が集積するコスモスクエアとなっている。 外縁部は西部に北不頭と中不頭、東部にコンテナ不頭などの港湾施設が広がっているが、北西端は海浜緑地となっており、北不頭の西端には野鳥園が広がっている。バブル前世紀の1988年に決定されたテクノポート大阪計画に基づき、大阪市主体で数々の巨大施設が建設された。しかし、 1990年代の不景気で、そのほぼすべてが破綻し、第三セクターによる無駄遣い、箱物行政の象徴となった上、大阪市の財政に大きな負担を与えている。2000年代に入ってから、土地の定期借地権方式による分譲を導入し、コスモスクエア駅前では大規模なマンションが建設されるようになり、商業施設や大学の進出も進んでいる。 日本万国博覧会の候補地にもなったことがある。a t c オズガ壁大阪フサキス庁舎、インテックス大阪、西ゲート水のクリスタ大学高校専門学校、その他、ありがとうございます。